プリンセス様、バックトゥーザアイドル、サイクイラジオ。皆さんこんばんは。この番組は女の子たちが時を超え、さまざまな時代を行き来しながらアイドルとして活躍する姿を描いた青春物語、歌のプリンセス様、バックトゥーザアイドルのウェブラジオです。今週お送りするのはサイレントクイーン双星すばる役アンユリと、白鳥風花役鈴木アンナと、双星キララ役鏡花凛です。いやー、7月18日ですね、はい、もうそろそろお聞きの学生の皆さんは夏休みに入る時期じゃないかな、うん、いいな夏休み欲しい。みんなはなんか夏休みに対する思い出とかはありますか？思い出、そうだね、あでも2人はさ、あの日本じゃないところで過ごしたんでしょ夏休み。そうだよね、確かにそうだね、海外で過ごしてるんですよね、うん、お二人は。通行はね、あ、じゃあ、うん、多分聞いてくれてる皆さん、多分私と一番近いと思うから、私から喋ろうかな。そうですね、うん、日本の夏休みはとっても暑くて、私はいつもあのお化け屋敷によく行ってたかも。毎年？毎年、うん、毎年ではないけど、あのお化け屋敷になるべく行ってた、うん、でもね、あの心霊番組とかホラー映画とか大好きだから、うん、夏ってさ、うん、いっぱいやってるじゃん、はい、そうだからすごい家で見るのも好きだったし、実際にお化け屋敷に行くだけ行って結局あの怖くて入らなかったってことも全然ある、うん、確かになんかそう、もう遊んで過ごした夏休みだよ、うん、宿題は覚えてない頑張って急いでね、あそう、あの短期間集中型あなるほどねだったのね、あの後半に効率、あそうそうそう、夏休みの後半に確かに、うん、ギュッてやるタイプだったからそう記憶にないですそう、私の記憶から宿題は消えた。なるほど、はい、じゃあお二人、海外の夏休みを教えてください。いやでも言って、うん、私は日本の、うん、日本にある学校には行ってたから、でも夏休み始まるのが早くて、あの6月終わりくらいにはもう始まってて、だから夏休みが2ヶ月あって、え、長いよね。長い、そうそうそう、長い。2ヶ月だいたい1ヶ月じゃない？そうなの、私の行ってた学校は、うん、あの9月から新学期、あ、新年度が始まる学校、うん、一緒かもしれない、あ、一緒、そうそう、だから基本もう9月に学年が上がるから、うんうんうん、あの宿題とかはなかった。え、もう学年変わって先生も全部そう次の学年になって変わるから、だから日本でいう4月の4月入学みたいな感じだから。え、でも日本の4月春休みあったよ、宿題。あ、本当に？じゃあ私の学校がなかったのかな。その夏休みは基本もう学年終えるから、うん、もう新しい次の学年に行くので宿題はなし、じゃあ2ヶ月遊びまくり。そう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 、遊びまくれる人遊びまくってたけど、私は結構引きこもってたよ、うん、あ、ゴロゴロ過ごした。そうそう、でも1ヶ月ずっとアメリカにいるとかは、うん、やってた。へえ、そう、長期、長期休暇、想像もできない。うん、いや楽しかった、それは。へえ、いいね。そうだから、なんか学校を卒業してから、うんうんうん、なんかちゃんと日本の夏を体験、今日とかすごい暑かったんだけどそう、日本の夏めちゃくちゃ湿度も高いし強敵だなって思い始めた最近。そう、湿度嫌だよね。あ、ちなみにあんちゃんは夏休みどこで過ごしてたんですか？私も嫌かもしれません。え、違う、あのあどこっていうのはあの土地どこの国で過ごしてたんですか？中国の北京で過ごしました。すごいやでも私も、うん、あのやっぱり9月、学校は9月、うんうんうん、年度は上がるんだけど、うん、普通に宿題はめっちゃありました、だよねすごいね、たくさん勉強したんだね、みんなそうだよ、いただきました。そう、私も集中型です短期集中型そうです、一緒だね。なんか追い詰められないとさやる気出ないよね。いやー、わかるそうだよね、一緒だね、ね、
じゃあ今から夏休みの方たちは、はい、あの、はい、宿題に追い詰められないように、はい、ちゃんとね計画性を持って頑張ってください、ね、夏休み楽しんでね頑張りましょうはい、はい、ここでメッセージを紹介します。ラジオネームジンタンさんからいただきました。アンナちゃん、アン、ゆりちゃん、かがみん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。新曲の神隠され聴きました、うん、妖艶な感じと可愛さがあって、しかもクールなサウンドが引き立ってて、とても中毒性のある曲だなと思いました。うん、嬉しい。ね、やっと公開されたね、はい、そうですよ ね、 ね、新たなサイレントクイーンちゃんね、うんうんうん、めっちゃ中毒性ありますよねある。ずっと聴いてました。うん、早くフルサイズ聞きたいね。そうだよ ね、 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 YouTube に載ってるからみんないっぱい聞いてほしいですね、はい、はい。現在お聞きのバックプリチャンネルでチェックしてくださいね。さらにさらにこの時期もう一つ忘れてはならないのがこちら。収録日はその直後ということで、番組から誕生日ケーキを用意しました。わー、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。皆さんめっちゃ可愛くない？可愛いね。なんかね、うん、チョコのリボンが、うん、飾ってる、飾ってます ね、 ね、なんかホワイトチョコで、すごい可愛すぎる。あとキラキラだよ、水色のキラキラがついてるね。あ、これスバルちゃん、スバルちゃんのイメージかな、うん、イメージカラーかな、うんうん、星が2個ついてるよ。ついてます。太星だから本当だ、星が2個並んでついてるね。めっちゃこだわってますね。ありがとうございます。かわいい。え、これ見せたいね、みんなにも。めっちゃかわいいから、ね、写真あとで撮るの、めっちゃかわいい。かわいい、はい、こちらのケーキは、まあ、今すぐあのあんちゃんがきっと食べたいと思ってると思うんですけど、うん、後ほどいただくとして、はい、今の気持ちとあんちゃん、今年の1年の目標は教えてください。はい、私はなんかやっぱり1年間、うん、私たちもなんだろう、ファーストシングルから、うん、走り続けてきたので、うん、これからもなんかどんどんスバルちゃんの良さとサイレントクイーンの良さを皆さんに伝えられるように頑張りたいと思います、うん、はい、一緒に頑張るね、私たちも。はい、頑張りましょう。改めてあんちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。それでは歌のプリンセス様、バックトゥーザアイドル、サイクイラジオ、最後までお付き合いください。歌のプリンセス様、バックトゥーザアイドル、サイクイラジオ。歌のプリンセス様、バックトゥーザアイドル、サイクイラジオ。続いてこちらのコーナー、バックプリクイックアンサー。このコーナーでは番組で用意した5つの質問に1人が連続で答えます。ただしじっくり考えるのは禁止、深く考えず直感的に瞬時に答えます。全5問の質問が終わってからそれぞれの回答をじっくり振り返ります、うん、今回の出題者は私、鈴木アンナが担当します。回答者はアンちゃんです。かがみーは頑張ってメモしてください。よろしくお願いします。じゃあどんな質問が出るのかな。はい、内緒です。いいですか、スタートしていい？はい、いくよ。はい、それではあんちゃんのクイックアンサースタート。出身地とその土地の名物は？中国北京、北京ダック。メンバーのここが押せるポイントは？アンナちゃんは髪の毛がサラサラで黒髪で、すごいまっすぐで綺麗でピチンです。ありがとう。かがみはすごい金髪が似合う。第3問、得意料理は？トマトと卵の炒め料理。へえ。第4問、最近のこれは良かったという買い物は？頑張って。
ラスト、なりたい動物は？ハムスター以上かわいい。ハムスターになりたいの？なりたい。もうハムスターみたいだよ、かわいいから、うん、はい、ということで、あんちゃんにはたくさんの質問にね、クイックアンサー頑張って早く答えていただきましたが、はい、ではでは、1問目からね、ちょっと振り返っていきたいと思います。かぐみ、メモできた？うん、できた。すごい、ひらがなでいっぱいダーってメモしてくれたよ。早い。文字は書けないの1問目はね、はい、出身地とその土地の名物は、うん、はい、回答が中国の北京で、名物が北京ダック。はい、北京ダックってさ、聞いたことあるんだけど、うん、食べたことない。確かに、めっちゃ美味しいんです。でもなんか、アヒルをね、丸ごと焼いて、うん、なんか薄く切って、うん、なんかキュウリとかネギと一緒に皮で包んで食べるの。美味しそう、うん、あとソースもあって。へえ、じゃあいろんな味あるの？いろんな、まあでも定番は、うん、なんか甜麺醤みたいなもので、甜麺醤、甜麺醤甘くて甘いソースですね。へえ、じゃあそれさ、毎日食べてたりとかしたの？毎日は食べない。あ、そうなの？なんかでも週に5回とか、いや、そんな週に5回年に2回ぐらいかな。へぇ、そうなんだ。そう、結構そうだ、高級高級へぇ、あ、そうなんだね。食べてみたい。日本にもあるかな？いや、ある。横浜とか池袋とかありそう。本当だ、横浜行ったら食べてみたいね。はい、ね。そして続いて、はい、メンバーのここが押せるポイントは、うん、はい、まずアンナちゃんが、うん、髪の毛サラサラの美人の黒髪みたいな髪が長くて、だいぶサラサラで、髪のことを言ったあたり最後美人ですありがとうございます。嬉しい。髪の毛そんな言われることないから嬉しいかもしれない。そう、なんか染めたことないんですかはよく聞かれる。でも私は割と最初会う時から、うん、なんかすごい なんだろう黒髪が、なんだろう、本当にサラサラで綺麗っていう印象でした。本当に、はい、嬉しい。あとなんかみんなでね、あのタレントクイーンとして踊る時とかも、うん、なんかずっと見てました。あ、長いからファサーってなるもんね。やった。じゃあ、あんちゃんのためにこれからも染めないね。はい、ずっと黒でいるね。嬉しい。そして、かがみんは金髪。金髪が似合う。すごい、ゆうちゃんの髪の毛見てくれてるよ。そうだね、ありがとう。嬉しい。あんちゃん、髪の毛好きだよね。だってインナーカラーもさ、結構イベントに合わせてさ、すばるちゃんカラー入れてきてたりするじゃん。うん、結構なんか、みんなも、うん、髪の毛ずっと見てるかもしれない。じゃあ、かがみも金髪やめらんないよね。金髪って言われちゃったから。やべ、じゃあ一生金髪でいるから。いや、なんか私も、ね、うん、なんだろう、金色をなんか試したことがあるんだけど、でもかがみも本当になんかそのままのお人形さんみたいに、え、そう、似合うよね、うん、めっちゃ似合う。本当、ありがとう。なんかテレビとかアニメでも、はい、金髪のショートカットの人が出てたり、金髪ショートのキャラ見るとあれかがみに似てるなってめっちゃ思っちゃうので、何人か言ったことある、かがみに、ね、このキャラかがみに似てないって言ってそうそうそう、見せるやつ大体金髪ショートカットで、ちょっとクールな女の子ね。クールめなのね。クールめの女の子。はい、ということで続いて、はい、得意料理は、はい、なんて言ったっけな、トマトと卵の炒め物の料理。そうです。それは、うん、これは本当になんか中国の家庭料理みたいな。へえ、うん、これは週に5回食べても OK な、あ、もの。そうなんだ。味付けは、うん、料理ね、トマトと卵で、なんか砂糖入れて食べるところもあるし、へえ、そう、なんかこれはね、なんか甘党と、なんか塩派、うん、甘い砂糖派と塩派が分かれる料理。え、炒めるの？炒めます。トマトと卵、はい、で調味料がその砂糖とか、そうそうそう、塩とか、塩とか、結構シンプルな。え、めっちゃシンプルだね。うん、でも美味しいんです。なんかトマトの味がすごい出るから、全然想像できない。多分なんか濃いめのトマトスープ、うん、
スープなの？でもスープじゃない。でもイメージとしては。でもさ、週に5回食べて甘かったりしょっぱかったりするって言われると日本で言うと卵焼きかなって思っちゃうんだけど、うん、焼かないんだよね。でも、ちょっとわからないままですね。後で写真見して。はい、では続いて、はい、最近のこれは良かったという買い物は？はい、これちょっとクイックアンサーじゃなかったよね。のんびり答えてなかった。ちょっと悩んでましたけども。私厳しいからクイックアンサー。ミキサー。ね、ミキサーって言ってた。ミキサーって言ったんだけど、まだ悩んでる。違うかもしれない。まだ悩んでる。本当は何？なんか最近の買い物がまず思い出せなくて。思い出せない。ちっちゃいものでもいいんじゃない？その大きくなった。クイックアンサーだよ。楽譜かもしれない。楽譜？何の？なんかこういう文献っていう、なんか何に使う楽譜？声楽に使う楽譜で、歌？あ、歌です。歌の楽譜か。あれは多分最近の買い物の中で一番なんか役に立ってるものだったなと思う。それ最初に言った方が良かったね。え、そういえば練習するとかそういう意味で買ったの？あ、そうなんです。いいね、聞いたことない名前だった。なんか結構なんか、なんだろう、音程とか、あと離れてる4度とか5度とか、それのなんか練習がすごいたくさんあって、お家で練習できるんだ。そうです。めっちゃいいね。めっちゃいいんです。そして最後、はい、なりたい動物は？ハムスターです。もうハムスターみたいな感じじゃない？もうなってるよ。もうなってる。あ、ほんと？かわいいから。なんかうちにもハムスター2匹飼ってるんですよ。かわいい。そうなの？そう、なんかめっちゃ毎日家帰ったら、なんか2人が、2匹が寝たりとか遊んだりしてて、なんか、この子になりたいってと思ってました。飼ったことある、ハムスター。ほんと？うん、金色のハムスター。あ、じゃあちょっと大きめの？ゴールデン。あ、そう、多分それ、あれ大きいの？普通のハムちゃんがいるの？あ、ちっちゃいの？じゃあジャンガリアン？え、でもゴールデンってついてる。ジャンガリアンのゴールデンとか黄色の子いるよね。ジャンガリアン。え、そうなの？なんかあんまり詳しくないまま家族でペットショップ行って、初めてその時にハムスターを見て、欲しい、買いたいって勢いで買ったの、その時。そう、だからね、あんまり種類見なかったんだけど、見た目が一番可愛かった。金色だった。後で写真見たい。ある。あんちゃんは何色の飼ってるの？私今ね、グレーと白を2匹飼ってる。ハムスターになりたいんだ。はい、あんちゃんっぽくて素敵だね。ありがとう。はい、それでは私のことを少し理解してもらえましたか？以上、バクプリクイックアンサーでした。歌のプリンセス様、バックトゥーザアイドル、サイクイラジオ、お送りしています。サイクイラジオ、続いてこちらの企画、バックトゥーザミュージック。現在リリースされている楽曲を振り返ります。サイレントクイーンが現在リリースしているのは全5曲、その中から今回振り返るのはエコーズオブティアーズです。歌うほどに空は晴れて、悲しみは喜びを敷いた、雫は煌めく未来への希望を乗せて、足を取られて、それでも強くては離さずすすり続けたの。いつしか芽吹いた思いは夢の扉を開いてゆく。響き渡る音色はとても綺麗だった。この時代に呼ばれた言葉、きっと運命だと思うの。だからこそ悔いなくやり遂げた。エベベ、エベナ、エミベ、ここで何
レントクイーン、エコーズオブティアーズでした。この楽曲は、この楽曲はセカンドシングル、クイーンズロードのカップリング曲ですね、うん、はい、すごい青春感があふれる一曲となります ね、最初聞いた時、うん、びっくりした。なんか今までなんか強い感じの、ね、強強の曲からの青春、優しい、そうそう私たちがサイレントクイーンですみたいな曲をずっと歌ってたじゃん、うんうんうん、そうですよね、うん、友情みたいな曲だったから、うん、最高こういう曲歌うんだと思った、うん、ねえ、うん、ね、あと、うん、ビリーベの時も、うん、多分一回話したと思うんだけど、私たちの振り付けの中で、うん、今回私とアンナちゃんがね手を合わせる動きがあるので、手を合わせる振りがあるね、それがずっと冷たかったのね。そう、アンナちゃんの手が、アンナちゃんの手が冷たいっていつも言われてるんだから、もうまた冷え性なのよ私。これがなんか夏になるとどうなんだろう。確かに、うん、はいはい、あんちゃん冷たいんだけど。あんなちゃん今日は暖かいね。あの暑がりなんだよね、めっちゃ。なるほど、まっとも冷え性なのに。そう、なんか今日もさ、すごい暑かったじゃん、うんうん、一人だけさ、朝タラタラ垂れるくらい、もうすごくって恥ずかしい、いつも、うん、恥ずかしくないよ。え大丈夫、雑なフォローありがとう。そう、冷たいなの。だから夏は平気だよ、コードオブティアーズやっても冷たいななんて思わせないから安心して。そうだね、じゃあ夏にもたくさんやりたいね、うん、そうだね、冬しかやってない、うん、今のところ。そうですね、そう冷たい時期にしか絶対来なかったからどうなんだろうと思って。夏、うん、夏もね、なんか私たちが、はい、私たちだけしか楽しめない。夏、いや、お客さんも楽しめるんじゃない？楽しめるかな。あの、その時は報告するので。あ、そうだ、みんなで楽しめるように。あ、温度？手の温度どんなもんかって。今日は暖かかったよって、ぬくもり感じたよって。あんちゃん教えてあげてね。うん、言います。あとこの曲はさ、うん、2人がサビずっとハモじゃない？そう、ハモですね。めっちゃ難しくない？うん、難しい ね、 難しいね。初めてじゃない、なんか全部サビが全部ハモリだった。そうそうそうね、うん、いや、それまでもさ、ファーストプロミスもクイーンズロードもすごい難しい楽曲だなと思ってたけど、うんうん、別の難しさがあるよね、うん、そうだね、ゾブティアーズ、うん、すごいことしてるなと思う。サイレントクイーンのあの風花とキララとスバルちゃんたちねえ、うん、確かに、そこに追いつけるように頑張ってハモります。頑張ります。うん、2人は好きな振りはありますか？ありますよ。そう、でいつもさ、このラジオで歌とかあのハモリがどうだとかそういう話ばっかりしてるじゃん、うん、ちょっと踊りの話もしたいなと思って、うん、この曲はそのサイレントクイーンの中でも温かみのある曲っていうか、ほのぼのして聴ける曲だなと思うんだけど、振り付けもさ、うんうん、2人で手つないで、うん、スキップしながらくるくる回ったりとかするのね。回ってますね、うん、そう、しかも風花が2番の A メロで歌いながら、うんうんうん、まず、あ、そう、キララと手つないで、そうそうそう、スキップしながら一周して、その後スバルちゃんとスキップしながら一周するんだけど、そうね、スキップの具合がね、難しいのよ、風花でやると。え、だってずっと回ってるんだよね。え、そう、ずっと回ってるの、スキップで。あ、確かに、すごい風花楽しそうじゃんと思って、楽しそうにやっていいんだなって思ったから、めっちゃルンルンってやったらさ、なんか映像見たら、なんか風花一番楽しそうじゃないみたいな。なんかほぼキララと同じテンションでキララと一緒に上がってたよね。そう、確かに一番最初の頃ね、うん、そう、練習ので、ちゃんと違うかもしれないみたいな感じになって、うん、なるべく抑えて高さを出さないスキップをそう、できるようにめっちゃ研究したの。あ、優雅なスキップをされてるのね。 あ、 そうそう、あとさ、そのスキップするとき手つなぐけど、うん、風花から手を差し伸べちゃいけないっていうルールあったじゃん。あったじゃん、ね、そうだ、ね、だから私からグンって、うん、そう、キララが風花の手を取るようにしてやってくださいって言われたけど、カドミンがなかなかね、差し伸べてくれないから風花からね、手掴みに行っちゃう時あったよ。
ちょっとだけ手が浮いちゃう時ある。あ、そうなのよね。私そういうのすごいなんかね、うん、最初人見知りだからえ人見知りだからちょっとそういうの、ま、なんでもそう、え、そう、え、そうっていいんですかねみたいに、まだちょっとなっちゃう。まだ私に人見知りしてんの？あ、そうそう、え、多分ね、人見知りのっていう性格は一生あるかもしれない。え、もう1年一緒にやってんのにそう、そう、でも、え、いいですかみたいな。いいじゃんあなたはあのキララなんだよそうだ、ね、ステージに立ってる時キララはきっとね、もっとガーってみんなを引き込むけど、うん、鏡かりんは、え、今大丈夫ですかねほんと、それやれるとちょっと鈴木アンナから行っちゃうからさ出ちゃうの、お互いに連動して、うん、出ちゃうから頑張って待ってんのよありがとね、そう、手を上げないように。でも最近は大丈夫、うん、慣れてきたから本当に、うん、いけるいける。じゃあ次回は大丈夫だね。大丈夫だ。あとこの曲はさ、うん、あのみんなで一緒に振り付けもできるじゃん。うん、できるね。そう、感想の部分。そう、かおりさん初披露の時から結構みんな振ってくれてなかった？うん、確かに。すごいよね。でも振り込みする人たちってさ、うん、なんで初回からできんの不思議で仕方がない。ずっと思ってる。なんか覚えるのがめっちゃ早いんだね、みんな。え、とか、うん、あの初披露のワンコーラス目で振り込みしてないどういうことあれもうどっかで映像出てたっけと思うくらい、ね、もしかしたら振り付け師やってるかもしれない。ダンスのプロなのかな。そう、そうかもしれない。キューラバー、うん、実はそうで最後、うん、もう最初もあるのか、このラララララララの、うん、みんなでさ、うん、ね、お手振りできて楽しいよね、うん、楽しい。これからなんか、ね、これからのステージでさ、うん、そういうところも皆さんに楽しんでもらえるようにできたらいいね。そうだね、できたらいいね、うん、はい。サイレントクイーンのエコートオブティアーズは各音楽サービスで配信中です。ぜひチェックしてください。歌のプリンセス様、バックトゥーザーアイドル、サイクイラジオ。ここでバクプリからのお知らせです。ブロッコリーが送るカードゲームゼクスジリオンズオブエネミー X、 通称ゼクスとのコラボが決定しました。イエーイ、やったー。コラボ内容はこちらです。2024年9月26日木曜日発売のエクストラパック第49弾、アイドルギャラクシーフェスターにフラワーキャンディーとサイレントクイーンが登場します。全国のカードゲームショップや通販サイトでぜひ予約してください。そして10月6日日曜日に開催のカードゲームゼクスのライブホップステップアセンションにスペシャルゲストとしてフラワーキャンディーとサイレントクイーンが出演決定しました。やったー、楽しみ、うん、会場は有楽町の会いましょうです、うん、チケットの販売スケジュールなど詳しい情報は続報をお待ちください。以上バックプリからのお知らせでした。お送りしてきましたサイクイラジオエンディングです。あっという間ですね。早いですね。いや今日あんちゃんがさ、うん、進行してくれたからすごい、うん、ほんとほんわかラジオだったね、うんうん、だったね。いつもさ、はい、メモノート持ってるけど今日ないじゃん。あ、今日ちゃんと覚えてきましたすごい言いたいなって思ったこと。そう、言えた。言えました。よかったよかったでもなんか誕生日の時は本当にびっくりしてて、うん、なんかアンナちゃんがね、うん、めっちゃテンション高めです。そんなにってめっちゃくちゃびっくりしたごめん、あれ音割りしたかな大丈夫だったかな思った以上に声出たそのあたり巨神号がアンちゃんだからさ、うん、アンちゃんが進めちゃったら、うん、言えないと思ってもうアンちゃんが何言っても書き消すぞっていうお前で送信だって言ってみた。うるさかったかもしれない。ちょっと調整していただいて聞いてる人たちがびっくりしないようにね。サプライズだったかもしれない。聞いてくれた人も。みんなも爆音サプライズ。なんだってきっとみんな思ってましたね。あとでケーキ食べようね。食べましょう。そうね、たくさん新しい情報も出たので。そうだね。うん、今後が楽しみですね。ぜひ楽しみに待ってください。はい、次回の配信も来週木曜夜8時を予定しています。担当はフラワーキャンディの3人です。お楽しみに。
投稿フォームから私たち3人へのメッセージも待ってます。以上、ここまでのお相手はサイレントクイーンの北星すばる役アンユリと、白鳥風花役鈴木アンナと、北星キララ役加賀美香凛でした。バイバイ。